シャックです。マッツンです。今日のテーマは噂の大型三中間トレードはありえるのか。聞いたー。ややこしいの出てきたね。いやー、まさかのね、ちょっと今大型三チーム間のトレードの話があるということで、今日はその話についてね、ちょっと紹介していきながらいろんな考察していこうかなと思います。そしてね、金曜日はこういった形でリモート形式になってるんで、今日は皆さんぜひね、ラジオ感覚で聞いていただいて、最後までお楽しみいただいて、高評価ボタンポチッと押していただいて、窓の数チャンネル登録いただけると僕らの続けるモチベーションになるので嬉しいです。嬉しいです。それでは行きましょう。まず今回のトレードの出先やねんけれども、ポッドキャストでおなじみのこのビル・シモンズっていう人が結構話してたトレード内容で、その人は嘘ばっか流すタイプか。嘘というかね、いろんなトレードになるとめちゃめちゃ出てくるっていう感じ。いっぱいネタを仕入れてくる人なんやな。そうやね、めちゃめちゃフォロワーが多くて SNS でも、そして海外メディアでも、例えばザ・リンガーとか結構有名なメディアのその創始者ではあんねんけども、創設者ね。あ、そう、創始者っておかしい。創始者競争やで、もう噂の競争です。あんま嬉しないやつ。素人 NBA。 その人がねちょっと話してたトレードの内容やねんけれども、早速見ていくと、どうやらチームがね、ラプターズ、ウルブズ、ヒートの3チームか。もうなんか悩める3チームやね。それぞれ悩んでる3チーム。そしてね、早速この3チームのトレード話を見ていくと、なんかどうやらこういうパッケージになってるらしくて、ラプターズがウルブズからディアンジェロ・ラッセル、そしてヒートからニコラ・ヨビッチ、2023年の1巡目指名権を獲得。あ、ヨビッチ出しちゃうんや。いや、それちょっと細かくは後でいくねんけど、そしてウルブズが現在ヒートのカイル・ラウリーを獲得。まあ、1人ね。1人。そしてマイアミ・ヒートがラプターズからフレッド・バンブリートとジェイリー・トレント・ジュニアを獲得する。FVV がついに。ついに動いてしまうということで、なかなかここまでトレード起きてないんだけれども、もしこれが起きるとね、結構いろんな選手が動くことにはなる。そうやね、ドカドカっとな。このトレード、実際、今のロスターとか金銭状況で可能かどうかっていうのを試してみたいの。お、どう？これね、なんとね、このパッケージだったら NG でした。あかんやん。いや、そうやね。じゃあ、細かく足したりしなあかんねん。そう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 。どうなっとんねんって話やねんけど。今の状況だったら、ヒートの選手をね、まあ、一部カットするか一緒に動かすしかない。っていうのが今時点の状況。まあ、でももし実際に起きたらおまけでちょこちょこって動く人が出てくるんだろうな。そうやね。で、例えばほんまに実現するんだったら、例えばヒートからね、残念ながらこうゲーブ・ヴィンセントとかをトレードに出すと、この言われてるトレードは全体的にまとまると。釣り合うと。なので当然ね、そういった誰かおまけでつけなあかんっていうことはあんねんけど、できなくはないっていうのがこの言われてるトレードの話。そしてちょっとここからね、1チームずつちょっとこのトレードに関して考察していこうかなと思うんだけど、しましょうよ。まずラプターズやねんけど、ディアンジェル・ラッセルいるかっていうな。まあ、細長いタイプでもないよ。あんまいらんと思うねんけど、うん、バンブリートよりもね、若干若くなるっていうことをぐらいちゃう。いいのって。あとちょっとデカなる。そうや。まあ、ただそこそんな求めへんからな。おしかも、チームのコアの選手を出して、なかなかね、今シーズンも乗れてないラッセルっていうのは結構難しい。またな、ガードやし、しかもチーム戦術とか覚えてもらわなあかんしね。めちゃめちゃ難しい。しかも、やっぱディフェンスで言うとバンブリートの方がいいわけで。実際ラプターズのオフェンスって、引き続き個人の打開力に頼ってるってオフェンスが多いから。そうやね。ディアンジェロって、例えばゴベアとか、この今までのジャレット・アレンとか、こうビッグマンを生かすとかはいいかもしれんけど、うん、あんまりラプターズのオフェンスに合いづらいんじゃないかって言われる。自分で行くよりも立てるタイプやからな。そうやね、当然自分でも行けんねんけど、今のラプターズにはあんまハマらんから。そしてね、もしラプターズが来シーズン以降をね、目的にしたトレードやったらわかんねんけど、ディアンジェロ・ラッセルっていうのは今シーズン終わった後に契約が切れる。もらいやすい、出しやすいね。そうか。ただラプターズってさ、昨シーズンもタンクする言いながら結構勝ちに行ってるから、毎年そんな感じやけどね、結局いいとこまで行くからね。いや、そうやね。ぬるぬる。なので例えばバンブリートとかね、トレントジュニア出してサラリー開けて来シーズン勝負っていうのはあんま考えてないと思う。毎シーズン勝負してるよね。そうやね、うん、頑張ってる。なのであんまりね、ディアンジェロ獲得するメリットっていうのが薄いかな。なのでこの場合はやっぱね、メインのヨビッチの指名権、そっちが欲しいと。そうやと思う。ただこの2つやったら、例えばゲイリー・トレントジュニアと何かでなんとかね、うまくまとめるっていうこともできなくないかなと思うんで、うん、FVV を出す意味はあんまないかなと思う。FVV は置いとこうぜ。いや、そうやね、もうラプターズの魂になってるからね。顔やん、顔。そうやね。なのでね、そういうのを含めてこのパッ
ゲージだったら、アンプリート置いといた方がええかなっていうの、うん、俺も思う。そしてね、じゃあ続いて、ウルブズやねんけど、ノーウルブズに関してはね、これはかなり得トレードだと思う。まあ、ここはハマると。シンプルにディアンジェロいなくなるけど、ラウリーが来る。キャット落ち込むよ。いやー、逆に言うと、ちゃんとね、ベテランと経験値がある選手やから、引き上げてくれる？そっちの方がええと思うな。やっぱ友情よりも師匠だと。しかも優勝も経験してる。ほんまやね、彼は。そうやね、引き続き今のウルブズってやっぱね、キャットまだ戻ってきてんけど、どうなるかわからんっていう、もうすっげえ不安定なチーム。ついにキャットが覚醒するかもしれない、それで。もうそれをずっと言われ続けて何年か。あかん。しかも、結構ね、ウルブズの選手自身が今結構ね、チームにフラストレーション溜まってるから。全然勝てへんやないかと。いやー、そうやね。なので、そういうことを考えると、ラウリーが舵取りをしていくっていうのは、これはね、ラッセルよりは間違いなくいいと思う。ロッカールームとかでもね、うまいこと締めてもらって。そうそうそう。だってもう別に、ラウリー来ても、テント乱でいいからね、ウルブズでは。雰囲気良くしてくれやな。まあ、どうしてくれと。だけではないねんけど。やってくれと。ほんまに最近のエドワーズなんかもうえげつないから。彼をより立ててくれと。いや、そうやね。なので彼らをよりね、一流の選手にするっていうことを目的にするんだったら、うん、ここはね、ウルブズにとってはすげえ得かなと。クリポ的な感じやね。そんな感じかな。そんな感じやな。もうちょい落ちぶれたクリポって感じかもしれない。落ちぶれたってワードをやめなさい。やめなさい、その言い方。そしてね、ちょっと続いてヒートやねんけど、ここがね、ちょっと今回難しいね、どう考えるか。おまずちょっとメリットからいくと、そうしよう。バンブリートとゲイリー・トレント・ジュニア来ることって、うん、最大のメリットはやっぱね、得点力不足の解消。テントレモンね、どっちも。そうやね、だいたい2人で1試合平均36点ぐらい取ってる。おでかいよ、おでかい。そうやね。なので、その36点が、今のヒートに加わるっていうのは結構でかくて。うん。実際、昨日のレイカーズ戦とかは、やっぱヒーローが抑えられたことで、負けてもうたし。なので、そこはね、ヒートによっては、結構ポジティブな部分では。そしてね、例えばラウリーがいなくなったら、プレイメイク誰がやるのとか、そういう話もあると思うんだけど、今のヒートって重要な時は、基本的にもうジミー・バトラーとタイラー・ヒーローがボール持ってるから。いや別に戦術とかでもないのか。あんまね、そこは関係ないと思う。なるほどな。今ヒーローが今シーズンは実はスタメンに回ってるからさ。なのでベンチからトレンドジュニアが出てきて、得点力不足っていうのもヒートの課題ではあるから、うん、そこのね解消にもつながるかなと思う。ただね、やっぱデメリットも当然あって。教えてよそっち。こっちはね、やっぱね、未来明るいヨビッチ手放すこと。いや、ヨビッチはね、未来の塊やん。どうなるか分からへん、ここ。いやー、そうやね。そして来シーズン貴重な1巡目指名権を手放すっていうのもデメリット。あんま持ってへんもんね、ヒート。いやー、そうやね。しかもヒートってやっぱ今シーズン終わった後に大型や補強動くっていうことでもいいと思ってんね、俺は。うん。その中でもヨビッチはね、今怪我しておらんけど、ルーキーからシュート、ドライブ、やっぱパス、やっぱ基本的に全てのものを持ってる選手やから。全部がうまいんや。そうやね。なので、例えば来年、再来年とかどうなってるかほんまにわからん選手。めちゃくちゃなすごいシューターかもしれんしね。そうやね。なのでいろんなパターンがの成長曲線があると思うから、そこわざわざこのタイミングで手放すかっていうのも結構難しい。ヒート育てんのうまいしね。いやー、そうやね。しかもヒート確かに今も順位的にはまだプレイインのとこやけど、毎月勝率上げてきてるんよね、地味にコツコツと。そうやね。なるほどね。でさ、しかも今の今シーズンっていうのは引き続き怪我人めっちゃ多い中やから、揃ったら分からんぞと。そう、それシーズン開幕前から言ってんねんけど、毎回ずっと言ってる気がするけどね。去年も言った気がするけど。なのでね、このタイミングでその貴重なアセットを手放すのかっていうのは、これ結構ね、悩みどこやね。パットラリー悩んでる？いや、結構悩んでる。いや、しかもさ、地味にヒートのコアで言うとアデバヨ、ジミー・バトラー、タイラ・ヒルやけど、この3人で勝負できる期間っていうのは、だ今シーズン入れて最大あと4年残ってるわけよね。長っ。結構長いやん。長いな。これジミー・バトラーが最後プレイアオプションちゃんと行使した場合では、ね、あとジミーさんずっとキープできるか問題もあるけど、それもあるけど、ただ今のコアを維持できるっていうのはまだ続くから、今この時点で判断っていうのは、うん、ちょっと早いかな。もうちょっと待ちたいなっていうのは正直なところ。なるほどな。じゃあ今聞いた感じだと、一番ウルブズが早やろうぜこれみたいな感じなのかな。多分ね、俺はそうやりましょうみたいな。やった方がいい、噂流しといたんでみたいな。行きましょうみたいな。こんな感じかなと思うね。絶対けどね、ヒートに関しては。そうね、悩ましい。一番なんか間やね、どっちでもいいかなみたいな。いやー、そうやね。なのでシャック言った通りで、ウルブズとしては得あると思うんだけど、うん、まあ、ラッターズヒートはデメリットの方がでかいんで、個人的にはね、ちょっとここに関しては話は出てんねんけど、うん、僕としては結構反対です。あのウルブズの野郎言いやがったぞ SNS でみたいな、今なってんのかもしれんで。これさ、こういう話これからどんどん出てくるよ。その、うん、
勝負が心理戦やなこれ。もう言うなんかな、 SNS も活用して俺らみたいなも利用してさ、いやそうそうそう、話をでかくしていって、そうそうそう、引くに引けへんくしてしまえみたいな。いやそうやねん。しかもこっから現地2月9日にプレーデッドライン来るから忙しいな、こっからマジで。ちょうどあと1ヶ月ぐらい俺らも忙しくなるぞ。いやー忙しい、まあ、その中でこれは話やけども、今日トレードがね実際に起きました。あ、起きたん？今日起きた。何？お知らんわ。おそらくこれ今シーズン初めてのトレードやと思うねんけども、初めてのトレード、ボストンセルティックスのセンターノア・ボンレイがスパーズにトレードされました。地味ボンレイ知ってるけど地味、めちゃめちゃ地味やろ。お一発目のトレードめっちゃ地味やで、ね、スタートはしょぼって感じやなそうそうそう、スパーズは誰も出してないの。そうね。で正しく言うとボストンがノア・ボンレイと一部金銭をスパーズに送って、あ、お金か。そうで、スパーズがボストンに将来の2巡目指名権を送ったっていうのがトレード。地味結果地味バリ地味やろ。おバリ地味やね。ボンレイもいい選手なんやろ、あんた前打ってたもんね。せやねんけど結構一瞬の輝きやったな。シュッシュッみたいな一瞬の輝きやったな。ね、輝くといいね。せやね。でちなみにこれボストンとしてはこのトレードやったことでボストンのラグジュアリータックスが大体約7ミリオンぐらい削減できたっていうことになったらしい。節約に使われてるんけ。節約に、うん、一発目のトレード、節約トレード。節約か、うん、大事やけどね。確かね、昨シーズンの一発目はキャブレディッシュがニックスにトレードされたやつだった。でかいやん、ちょっとでかめやん、サムネになるやん俺らのバーンってできるやつやん、ね、今回バーンできひんやん。だからこれはちょっと最後のサブ的な情報やけど。ラジオにも上がらんから。そうそうそう。ほんまに。いや、そうやね。去年のトレードなんかなと思って、YouTube いろいろ見返したら、一発目キャムレディッシュだったから、多分それや。違うな。全然違うな。そうやね。そして、ちなみに、スパーズはこれでロスタースポットがパンパンになったんで、スパーズのビッグマン、ゴーギー・ジェンを今後ウェイブするみたいです。ゴーギー・ジェン、名前だけ好きやったんや、俺は。あかんかったから。そうやね。そんな感じのトレードが、はい、一発目起きたんで。ゴーギー・ジェンだけ悲しいね。そう、いや、ジェンはね、かわいそうよ。なんかいろんなチーム飛ばされてるから。なのでね、これからトレードやったらに向けて、約1ヶ月ぐらい迫ってきたんで。俺ら楽しまなあかん、これ、お祭りや。いやー、そうやね。もう毎シーズンこの時期はね、エレベーファンお祭りの時期なんで。そや、もう勝ち負け関係ないから、ここはもう面白いから。なのでね、これから噂いろいろ入ってくると思うんで、随時皆さんにお届けしていきたいと思います。届けるよ。今日は今言われている3チーム間トレードについていろいろ思っていることをラジオ形式で話してきました。あなたはこのトレードについてどう思いますか？ぜひコメント欄でいろんな意見聞かせてください。コメントお待ちしてます。そして僕たちアスター5も皆さん楽しんでいただける NBA 動画をどんどん出していくんで、まだチャンネル登録されてない方はこの動画をすぐにチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。その他メンバーシップでは月本 NBA にはたまらないワクワクする動画を出してるんで、周りよりも NBA 詳しくないという動画ね、全部マシュップ入ってください。 NBA オタクになりませんか？でもしょう。サブチャンネルではメインではね、話してないトピックについても上げてるんで、そっちもチャンネル登録して待っててください。今日も出るぞ。やってます。 SNS は Twitter、Instagram、TikTok の幅広くねやってるんで、ぜひそっちもフォローしてください。概要欄にリンクあります。見てください。僕の個人チャンネルもよろしくね。僕のボイシーも聞いてください。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。マジ地味トレード。オンでお元気に。